ホールはアメリカ合衆国ロサンゼルスで1989年にコートニーラブを中心に結成されたロックバンド。コートニーのオットカート、コバーンのニルバーナ、元交際相手のビリー・コーガン率いるスマッシング・パンプ・キンズらと並び、1990年代を中心に世界的に高い人気を誇った。活動期間中は様々な事情で幾度となく、 メンバーが交代した。解散時の編成は、リードボーカル兼ギターが、コートニー・ラブ、リードギターが、エリック・アーランドソン、ドラムスは、サマン・サマロニー。なお、この時点でのベーシストは不在。本校の記述における、CD のリリース日、映画の公開日等はすべてアメリカ合衆国における、もの10代から、音楽活動を行い、フェイスの、モアのボーカルを一時期務めるなど、 ミュージシャンに、チキの多かった、コートニーラブが、1989年に、ロサンゼルで結成。2年後の1991年9月7日、ファーストアルバム、プリティオンジンサイドを、バージンレコード参加のインディーレーベルであった、キャロラインレコードからリリース。コートニー自身が、勝負だった体験などを赤裸々に歌い上げた作品で、欧米ツアーを成功させた。なお、 このアルバムはソニックユースのキム・ゴードンとドン・フレミングがプロデュースしている。また、この年にコートニーはカートと出会い、すでにトップスターだったカートとの交際はセンセーショナルに報道され、皮肉にもコートニーとバンド自身の知名度を上げることに一役買うこととなった。こうした私生活のトラブルやメンバーの交代が相次ぐが、1993年には ニルバーナの所属レーベルでもアルゲフィンと契約、メジャーデビュー作となるアルバムの制作を行う。この作品は、1994年4月12日リリースが告知されるが、発売1週間前の同年4月5日に、カートが散弾銃で自殺を遂げる。この事件には、不審な点も多かったことから、他殺説も含めた様々な憶測が飛び交い、中には、 カートはコートニーに殺されたと主張する者もいた。そうした事態を乗り越えて、予定通り、セカンドアルバム、リブスルーディスは、リリースされた。なお、一部の曲で、カートが、バックボーカルを務めており、一部には、ソングライティングにも携わったという疑惑もあったが、コートニーはそれを否定している。この作品は、その内容も去りながら、やはりセンセーショナルな話題性で大きな、 商業的成功を収め、ビルボードでは、最高50に止まりながら、ロングセールスで、米国のプラチナムディスクを獲得した。ちなみに、このアルバムの裏ジャケットに映っているのは、少女時代のコートニーである。しかし、悲劇は続き、このアルバムにも参加したベーシストのクリステン・パーアフが1994年6月16日、ヘロインのオーバードースで変死した。 バンドは大役にメリッサ・オフ・ダマーを迎え、大規模なツアーを成功させた。1995年2月14日には、MTV アンプラグドに出演し、オリジナル曲に加えて、当時未発表曲だったニルバーナの、You know you are right などを演奏している。また、この時期には、初期のレア音源集も発表されている。1995年9月8日には、Ask f o イット。 1997年8月26日には、ザファーストセッション同年10月28日には、マイボディザハンドグレネードがリリースされた。一方では、1996年に公開された、ミロシュ・フォアマン監督の映画、ラリー・フリントで、コートニーは、女優として、ニューヨーク映画批評家協会とボストン映画批評家協会の最優秀女優賞。 シカゴ映画批評家協会の最優秀新人女優賞を受賞。1999年のゴールデングローブ賞、最優秀女優賞にもノミネートされ、ホール以前の1986年から活動していた女優としての地位を確立する。こうした事情からバンド活動は停滞するが、1997年から約1年半にわたって、ロサンゼルスとロンドン、 ニューヨークでセッションを行い、1998年9月8日に、サードアルバム、セレブリティスキンがリリースされた。このアルバムは、スマッシングパンプキンズのビリー・コーガンの助力を受けて完成した。また前作が、ソングライティングに、カートの助力を仰いだという疑惑にさらされたことから、ビリー・ラ・外部の人間を含めた、ソングライターのクレジットを明記している。なお、 この作品では、コートニーはギターを弾いておらず、作詞と歌唱に専念したという。また、収録曲、ボーイズ、オンザレディオは亡きカートに捧げた歌である。ビルボードでは、最高8位、前衛でも、最高11位を記録し、グラミー賞にノミネートするなど、商業的にも成功を収めた。しかし、バンドは、 契約をめぐって、レコード会社ユニバーサル、ミュージックと葬儀を起こし、ついには、訴訟問題にまで発展した。再びバンドの活動は停滞する。1999年10月には、ベースのメリッサが、以前からファンだったというスマッシングパンプキンズに加入するため、脱退、バンドは、メンバーの補充も行わず、実質的に活動休止状態となった。 バンドの葬儀は、アーティストの著作権問題に絡み、マスコミに取り上げられ、コートニーは、別件で、クリス・ノボセリック、デーブ・グロールとニルバーナの権利をめぐっても衝突を起こした。バンドが停滞している時期にも、サマンサが、モトリー・クルーの2000年ライブツアーに参加するなど、個別の活動は行われていた。サマンサは、このツアーで、ホール時代唯一の来日公演を果たしている。 2000年3月には、オリバー・ストーン監督、アルパチーノ主演の映画、エニー・ギブン・サンベイに使用された、B ・アマンがシングルとしてリリースされるが、これがホールとしては、最後の作品となった。その後も、活動再開については、様々な憶測や希望が飛び交うが、最終的には、2002年5月に、コートニーとエリックが、バンドのウェブサイトで解散を宣言した。 解散後、エリックは、プロデューサーや、スタジオミュージシャンとして活動している。また、彼は、東洋思想にも深い関心を抱いており、その研究にも邁進している。メリッサは、スマッシング・パンプキンズ解散後の2004年に、ソロアルバムを発表し、この作品には、元スマッシング・パンプキンズのジェームス・イハや、エリックも参加している。なお、再結成した。 スマッシングパンプキンズには参加希望を表明していたが、今のところ加わっていない。サマンサは、スタジオミュージシャンとして活動し、メリール・ニスカー率いるピーチズのアルバムに参加した。コートニーは、女優としての活動や、私生活上のトラブルが続き、一時は、元メンバーのパティ・シャーマルラと、新バンドバスタードを結成するも、立ち消えとなった。結局彼女は、 ソロとして音楽活動を再開し、2004年2月10日に、ファーストアルバム、アメリカズ・スウィート・ハートをリリースした。この作品には、サマンサや、パティも参加している。その後ツアーも行い、2007年には、セカンドアルバムをリリース予定。2010年、再結成を表明。しかし、この再結成でのバンドメンバーのうち、オリジナルメンバーは、 コートニーラブのみで、後のメンバーは新しい顔ぶれとなった。また、ファーストからサードアルバム時のような、ギターのエリック以外は、全員女性、といった編成でもなくなり、コートニー以外は、全員男性である。この再結成に際し、オリジナルメンバーであるエリック・アーランドソンは、自分抜きでのホール再結成は、法的にあり得ないと物言いをつけた。 2010年4月27日、ホール名義としては12年ぶりとなるオリジナルアルバム Nobody's Daughter がリリースされた。2010年夏にはサマソニーで来日。ありがとうございます。